ノースに無事に到着しました。2時間半のフライトでしたが無事に着いてよかったです。寒そうだな、外耐えられるかな。でね、今回のフライトで私一回もトイレ行ってないんですよ。そう、我慢しててトイレに行こう。まずはい、お待ちしておりました。あ、こんにちは。もうツアーの方がいるんだ。そうです。あ、そうなんだ。はい、私ガイドのカビよろしくお願いします。下の名前がユキコですので、はい、呼びやすいように呼んでいただければ大丈夫です。わかりました。でこの後の流れなんですけど、はい、預け荷物はあられますか。あ、はい、はい、そしたら、預け荷物を取っていただくんですが、お手洗い行きたかったらこちらでお手洗いします。はい、はい、でその後10分ほどかけてホテルにかかります。でその後に簡単なオリエンテーションをするので、まあ、1時間後ぐらいにはお二人とも自由時間になるかと思いますので、よろしくお願いします。なんとね、日本人がもう一人いて、しかも一人参加の女性の方でした。びっくり。私一人だけかなと思ってたんですけど、もう一人日本人も同じ機内に乗ってたみたいですね。嬉しいですね、久しぶりに日本人に会えて。ガイドの方も日本人の女性の方で、すごく安心感があります。飛行機ですぐにガイドさんがいると思わなかったので、待っててくれてよかったです。 you are...yourself on a street, you're either going east or you're going west, so very easy to get around. Yeah. And we have a little bit of a map in here in our itinerary, so yeah, we're bilingual, we have French schools as well. Thank you.ウエスタンっていうホテル、すごい大きい。ムース？トナカイじゃなくてムース？はい、あ、そうなんだ。空港にいたのがトナカイ。そうなんですね。そうですね、街の外に行くとウロウロ。チェックイン終わりました。いろいろ係の方から1時間ぐらいかな、説明あったかな。お部屋にチェックインしましたので、簡単にホワイトホースで2泊するお部屋のルームツアーをしていきたいと思います。こちらが玄関で、入って窓ドンとベッドがあります。キングサイズかな。ソファーもあって、テレビ LG って初めて見たブランドだ。多分テレビはねつけないですけど、あとこうタンスが、あ、なんだろうこれ、ブランケットか。デスクがあって、景色はこの駐車場ビューですね、と雪、あと山がちょっと見えます。こちらに2泊します。今回オーロラチャンス2回です。お部屋ね暖房効いてるので結構暖かいです、よかった。こちらが洗面台ですね。ボール型の洗面台だ。アメニティがあった。ラコーブ、シャンプーとコンディショナーとボディローションかな、石鹸使いましょう。とメイクアップリムーバー、メイク落としがありました。これがシャワーキャップで、メイクアップリムーバーも2つもある。いいですね。あとはバスタオルとフェイスタオルです。持つタイプのシャワーはないですね、なので上から出るタイプです。バスタブがあるのありがたいです。こんなお部屋ですね。電子ケトルはないって言ってたけど、こういうコーヒーマシンはありました。そして、あ、なぜか電子レンジがある。電子レンジあるの珍しい。あ、へえ、これが冷蔵庫か。うん、冷蔵庫は空ですね。今日はカナダバンクーバーから2時間半かけてここホワイトホース
もう北極圏みたいな寒さなんですけれども、こちらに来たということで、ちょっと、まあ、荷物の整理したりしてゆっくりしたいと思います。もうね5時半なんですよね。ツアーが10時からで10分前に来てくださいって言われたので、なんだかんだね時間がない。その前にお風呂も入ったりしないといけないので、これがツアーの借りた防寒着です。今お部屋から外に出てきました。今夕方の6時過ぎなんですけれども、明るいですね。ガイドさんが夜の8時過ぎまで明るいって言ってました。ただお店は閉まるのが早いんですよ。もうほとんどのお店が閉まってしまってて、飲食店とかお土産屋さんとか、今から徒歩10分ぐらいのところにあるスーパーに行って、夜ご飯と明日の朝ご飯を買おうかなと思います。こんなに明るいのにまだ夕方の6時過ぎなんですよ。夏とかは白夜でもう暗くならないって言ってましたね。人もあんまり歩いてなくて、でもあれですね、田舎なので街歩きしやすいですね、都会よりも。ということで、ちょっとスーパーに向かってみようかと思います。明日はね、いろいろちょっと美味しいパン屋さんがあるって言ってたので、そこに行ったりとか、カフェに行ったりとか、ティム・ホードンっていうカナダで有名なファストフードのお店があるみたいで、近くにそことかに行きたいなと思っています。今日はねもう10時からオーロラ鑑賞が始まるので、それに備えて買い出しをしたいと思います。歩いてる人が全然いないですね。今多分何度ぐらいなんだろうな、ホテルに行かないとネットが通じないので外が何度ぐらいかがわからないんですけど、多分マイナス5度ぐらいかな。パンダパンダヌードルハウスっていうのがある。パンダエクスプレスみたいですね。ということで、こんな雪がね残ってますよ。でもそんな寒くない。ロバニエミのが寒かったです。レンタルの防寒具を着ればオーロラの時もねそんな寒くないと思います。どうだろう、行ってみないと分かんないな。でも今日オーロラが見えるのを願いながらちょっとスーパーまで歩いていきたいと思います。まだ太陽があんな高いから明るいんですね。さっきユースホステルみたいな宿があったりとか、あとここはゴールドウェルバンカーって書いてあるので銀行かな、があったり、小さな町になってますね。これ夜になったらもう完全に真っ暗になりますね。オーロラ見るところはここから車で30分ぐらい行ったところみたいで、もうそこに行くともう月明かりしかないというか、もう光が何もないみたいです。これ夜は日が沈んだら多分怖いですね。早くスーパーに行って日が落ちる前に、あそこのパン屋さん、ネットに載ってたところだ。明日行きたいなと思ってます。3時とかに閉まるんですよね、パン屋さんも。店が閉まるのが早くて。ガイドさんは女性の方でホワイトホースに住んでるって言ってましたね。もうホワイトホースに住んで半年ぐらいになりますとか言って、ベストウエスタン、私が今回泊まっているベストウェスタンのホテルの一角にそのツアー会社があって提携してるみたいで、そこのオフィスにいるらしいです。そこが職場っていう言ってましたね。スーパー見えてきました。そこの赤い看板のインディペンデントってところなんですけど、歩いてる人誰もいない。みんな車で移動ですね。ここは一番近いスーパーがここってガイドの人が言ってたので、徒歩10分、雪道でね歩くの結構きついですね。もうちょっと頑張りましょう。スーパーに到着しました。なんか買おう。結構大きいスーパーですね。お寿司とか売ってる。お寿司、でもそうだ、電子レンジがあったんだ。フルーツが売ってて、スイカが売ってる。1000円とか。フルーツ7ドル。あ、サラダがあるんだ。食べようかな。こういうジュースとか美味しそう。美味しいのかな。こんな飲めないかな。結構大きいスーパーですね。あ、いちごだ。
プリーが行きました。コストコみたいな感じですね。一つ入りとかないのかな。ユウコンって書いてある。ホームスイートパイだって。美味しそう。でスーパーに行ったらツアーで一緒のね女の子もいて、一緒に買って帰ってきました。今9時半過ぎぐらいなんですけれども、9時50分にロビー集合で10時ホテル出発してツアーでオーロラを見に行きます。ホテルからは30分ぐらいバスで行ったところで、ロッジ山小屋みたいなのがあって、そこでオーロラが出現するのを待機するみたいです。どうでしょう、オーロラ見えるでしょうか。ドキドキですね。これはレンタルしたつなぎのズボンなんですけど、これとあともう一個ね、このあったかいジャンパーを羽織って完全防備でいきたいと思います。この帽子とこのウェアとこのつなぎと手袋がレンタルに入っておりました。今ねもう部屋の中だとかなりあったかいです。今日はマイナス多分15度ぐらいなので、北海道1個つけてるのと足用の北海道もつけております。多分これで寒くないと思います。10時からオーロラツアーが開始で、ツアーが終わるのが2時なんですね。でホテルに戻ってくるのが2時半なので、その前に仮眠を取ろうと思ったんですよ。でもそんな時間ありませんでした。一応ねシャワーを浴びて髪の毛とか洗ってもうお風呂入ったんですけど、仮眠を取る時間はありませんでした。なのでオーロラ見てる時に眠くなってしまうかもしれないです。オーロラがね綺麗に見えてもう目がパッチリ覚めるといいんですけどね。帰ってきたらメイク落としてもうバタンキューみたいな感じですぐ寝ようかなと思っています。携帯もこう寒すぎて内部が凍ってしまうかもしれないんですって。だからこうジップロックにスマホとかデジカメを入れてこう持ち歩いた方がいいっていう風に言ってました。あと手袋をちゃんとしないともう霜焼けでもう一瞬でもうカサカサになっちゃうらしいんですね、乾燥もしてるので。だから手袋、5本指の手袋とその上にミトン二重で手袋してオーロラを見に行きたいと思います。この帽子もね借りたやつです。オーロラって書いてあっていいですね。そろそろロビーに行こうかなと思います。それではもう完全防備でオーロラを見に行ってきます。Everything going to like same way, same spot, so it's up to you. And when you're sitting around the fire pit, there's some snow also a little bit frozen, but please don't worry about that. We have a fancy cushion, I thought, so you can open the box and there's a blue or red color pad, so you can use to your bed. Then your bed is stay warm.And who has camera? So we have tripod over there. まだいい。あ。iPhone だと何にも映んない。オーロラを見るスポットに到着したら、星がたくさん見えて満天の星空でした。現在の様子はこんな感じです。オーロラはまだ現れていません。写真に撮るとこんな感じです。
なんこれ来た人の場所か場所かな。日本からもこんな来てるみたい。やっぱフィンランドも見えるからあんまりないんだきっと。おかしい。写真を撮っていて合ってなかったら教えてください。ロッジの中はこんな感じです。とても暖かくてコーヒーやスナックなど温かい飲み物も自由にいただけます。おいしい、あったまる、うれしい。あ、ね、あいてる人も、あ、ごめんね、よいしょ。真っ暗、グーッと下の方まで抜けてる。最後まで焼いてるうちに抜けたら大変だから。難しいですね、うん、あとねその辺にマシュマロもあるからね、はい、あ、そうさっきね焼いたらすごい美味しかったです。美味しかったです。それはね手で刺し直した方がいいと思う。本当だね、さっきやたくさんあったからマシュマロみたいにならなくても、なんか4月の終わりぐらいになったら白夜になるみたいだけど、はい、バンクーバーは普通なんですか。普通っていうか白夜にはならないです、うん、けど結構10時ぐらい半まで、うん、なんか結構明るくて、面白いね。結構最初はびっくりしました。夏場ですけど12日の日ってこっちにもう来てた。私13からでした。はい、12日の日にね、はい、バンクーバーからこっちに来る飛行機に、はい、乗るために早起きしなきゃいけなかったのね、はい、なのになかなか寝つけなくって、はい、時計を見てるのなんかもう本当誰もいないんですよこの料金で。
お部屋に戻ってきました。今はもう深夜の2時50分です。2時ぐらいにオーロラ鑑賞していた場所を出発して、また30分ぐらいかけてホテルに戻ってまいりました。今日はねオーロラがすごくね綺麗に見えました。日本人の素敵なご夫婦も一緒のツアーに参加されていて、その方は今日が最終日でも3日間オーロラを見に来てるみたいなんですけれども、今日が一番綺麗だったと言っていました。オーロラのレベルがあるみたいなんですけれども、昨日がレベル4だったみたいなんですけれども、今日の方がすごいオーロラが見えたって言ってたので、今日はレベル5だったんですかね。本当に綺麗でした。オーロラの写真をスマホで頑張って撮ったので、どうぞご覧ください。じゃん。どうですか？すごい綺麗じゃないですか？普通に撮影するともう映像が真っ暗になっちゃうんですけど、ナイトモードで撮るとこういうオーロラの写真が撮れるみたいで、そのツアーのガイドさんが教えてくださいました。オーロラ鑑賞してる時は深夜の12時とか1時とか、ね、2時とかだったので、マイナス20度でした。今日はもう極寒で、もう手の感覚がなくなるぐらいすごく寒かったので、ロッジに戻って休憩して温まって焚き火でマシュマロを焼いて食べたりとか、休憩しながらオーロラを観察しました。ちょっと休憩したらまたオーロラを見に行くっていう感じでオーロラ鑑賞しておりました。肌が出ている顔とか手がねすごい寒かったです。でもそれ以外はもう防寒しているので、体とかはねそんな寒くないんですけど、スマホで撮るので私は手袋あんまりできなかったんですけど、その手とか顔がねすごい寒かったです。すごくオーロラが綺麗に見えてよかったです。感動しました。ということで、また明日改めてオーロラの感想を話したいと思います。深夜の3時になってしまうので寝ようと思います。それではおやすみなさい。明日は市内観光ツアーが1時間半ぐらいあるので、それがね10時からあるので、8時半ぐらいに起きて準備したいと思います。ではまたね、明日オーロラの感想改めてお話ししたいと思います。おやすみなさい。オーロラ最高でした。見れてよかったです。それではおやすみなさい。皆さんおはようございます。ホワイトホース2日目の朝です。昨日はね、オーロラを見に行って、なんとオーロラを見ることができました。念願のオーロラ見れました。感想としては、肉眼で見るとこう白いカーテンみたいな、白いリボンみたいな感じのオーロラなんですけれども、すごくね、綺麗で、こうその瞬間瞬間で結構もうこう形が変わっていって、動くオーロラも見れて本当にすごく素敵な時間を過ごせました。オーロラを見てる時は、昨日はすっごく寒い日でマイナス20度だったんですよ。なのでオーロラ外で待ってる時はもうかなり手がねもうかじかんで感覚がないぐらいもう寒かったです。あと皮膚が出てる顔とかもね寒かったですね。服をねこう着込んでいるところはそんなに寒くなかったんですけど、何しろ手が本当に寒かったので、オーロラを見に行く方はね手袋を二重にはめて防寒して行った方がいいと思います。今日もね夜もう一泊するので、オーロラを見るオーロラチャンスがもう一回あります。ということで、予報ではオーロラ指数っていう予報があるんですけど、それでは実は今夜の方がオーロラが綺麗に見える確率が高いということで、すごくね楽しみです。オーロラがねたくさん見れることをオーロラ爆発っていうみたいなんですけれども、そのオーロラ爆発のね現象が起きるといいなと思います。このねカナダのホワイトホースはオーロラを見れる確率、3日間いると90%見れるっていう高確率でオーロラが見える土地なんですね。オーロラの出現が集中するオーロラベルトの真下にあるのがここのホワイトホースです。バンクーバーから飛行機で2時間半とアクセスもいいのですごくおすすめです。そしてホワイトホースの空港から車で10分の場所にあるホテルなんですけれども、このホテルから30分ぐらいもうちょっとね光がない暗いところに行くとオーロラビレッジがあって、そこでオーロラを鑑賞
してまいりました。オーロラビレッジは中はねすごく暖かくて、暖炉っていうかね、こう薪を焚いていて、温かいホットチョコレートとかホットティーとかもあって、自由に飲める感じになってて、すごくね快適でした。あとポテトチップスとかクッキーとかプレッツェルとかもあって、スナックを食べながら暖を取ったりとか、オーロラが出るのを待ったりとかしておりました。私は今日朝の8時ぐらいに起きて、実は昨日3時過ぎに寝たので睡眠時間5時間とちょっと睡眠不足なんですけれども、10時から市内観光、ホワイトホースの市内観光のツアーがこちらセットになっているので、そちらに参加してきます。ということで、もう10分前なので、そろそろお部屋を出てロビーに向かいたいと思います。今日はホワイトホースの市内観光からスタートです。夜10時からオーロラ鑑賞があって長い一日になると思うので、体に気をつけながら、楽しんでまいりたいと思います。食べちゃいけなかったんですよ。でやっぱ小さい町なんで、そんな頻繁に建て替えも起こんないんで、まあ未だに建物は小さいって感じですけど、5階6階と高い建物は結構あって、窓の広さですね。でちょっと右のマードックス、ランブルズ、ミッドネスエンポリアム、そして左のパラダイスアレイ、この辺がお土産屋さん。お二人は日本からですか？はい、日本からです。あ、日本ブランドですね。ドーナツ屋さん、あ、カナダ発車なんですね。そうなんですよ。まあ、ちょっと今親会社は変わっちゃってアメリカの会社になっちゃったんですけど、行ってみたい。写真に寄ってみてください。で、ね、右側のね、この黒い建物がマイナーズドーターといって、まあ、バー兼レストランですね。まあ、バイソンのハンバーガー、ピッツァ、それからなんだろう、そうそう、アーキテクチャーって白身なんかも結構有名ですね。で左側の黄色い建物が、ベイクドカフェといってね、この街でとても有名なカフェ、人気のカフェです。こう、まあ、デザインというかね、です。で、クオンリンダっていうのはね、このホワイトホース周辺に、昔から住んでいる、まあ、先住民インディアンの人たちの民族の名前です。でね、イベント参加しなければ、建物入るだけでしたらね、無料で入れます。で、中にはね、小さな、すごい雪景色だ。馬かな。これはね、こちらはこう寄付した鉄を溶接して作ってる馬なんですね。それをこうね、これがね、夜になるとライトアップされるんですよ。で、オーロラ行くときにここから見てください。その時にね、光に当たってね、ホワイトスなんですね。もう一面雪景色です。すごい、ふわふわの雪。なんかここらがモニュメントになっていて、ホワイトホースっていう地名なので、なんか夜になるとこれでライトアップされて白い馬に見えるそうです。フェアバンクスとかね、アラスカで一番大きな町のアラスカとかね、アラスカロードもありますけども、こういうところまでだいたい10時間、10時間ぐらいで1200キロ、このホワイトホースから、まあ、もうちょっと東側からかな、始まってホワイトホースの街を流れて、ドーソンシティといいましてね、あと一緒に地図でお話ししますけど、の方行って、今度アラスカの方に入って、ずっと西の方へ流れていって最後ベーリング海までつながってます。ビジターセンターって書いてある、ユーコンビジター東京時間2時半かな。今も鉱山が盛んです、特に120年前に大きなゴールドラッシュが起こって、今でも取れます。なのでそのサンプルですね。で、まあ、この実はユーコンの一番の産業は、鉱山、鉱物なんですけど、the crow was the one that made the world. Really?
religiously, this is the similar to a god to us. And the airport. ここがホワイトコース、ね。で、昨日行かれた観賞地、オーラ観賞地、この辺です。で、見てもらうと分かるように山がたくさんあるでしょう。で、昨日オーロラがどっちから出てくるかとかって話聞きました。そうそう、北から。あのオーロラベルトっていうものが存在してね、目に見えないものなんですけど、まあ、オーロラの出てきやすい場所っていうのかな、表したものなんですけど、でそのオーロラベルトの中心よりもちょっと南にあるので、なのでオーロラが出始めるのは北なんですよ。でオーロラが強いとでもどんどん近づいてきて、そのベルトがホワイトホースを越えると南にも見えることができると。後ろ側がまあ客室で、3階も客室で、一番上が操舵室ですね。大体ね、75人ぐらいのお客さんが乗れる仕組みになってます。結構川の勢いが流れ速いですね。流れ速いでしょう。これ、時速10キロぐらいですよ。あのこれを日本の川に流すと、ここ側にこう水車がついてる、結構想像する人多いんですけど、見てください、川そんな広くないでしょ、ここ、うん、でこんな大きなのがそんな構造してると引っかかるんですね。だからこのパドルホイールって、あでも、まあ、今ねあの水止まってますけど、夏の間はあの水が流れてて、鮭の通り道、今湖、湖の上歩けるんだ。湖の上に上陸。湖の上に来ちゃいました。湖の上なんだ。ここね、昨日とその何日か前とお客さんと一緒に穴掘ったんですけど、今これだけ雪深いんで、でそこが氷のあると。ベイクドカフェっていうところでちょっとパンを買おうかなと思います。今ねツアーが終わって、12時くらいなんですけれども、解散しました。ここか、にぎわってます。ここでスコーンを選んでレジでお会計する感じみたいです。お店に着きました。カナダが発祥のファーストフード店みたいで、ちょっと入ってみようと思います。ドーナツが美味しいです。席を取ろう。美味しそう。カナディアンメープルとか、ジムホートンっていうカナダ発祥のファーストフード店で、ベーコンチーズバーガーかなを買ってみました。お昼ですね、こんな感じ、いただきます。ユーコンは
住んでいる人の人口が3万人って言ってたので、本当に小さな可愛らしい街ですね。自然がいっぱいあってのどかなところで、私が好きな感じですね。都会とまた違って本当に田舎なので、人もゆったりしてて親切です。さっきね、ユーコン川の上を歩いてきたんですけど、というのも雪が降って氷が固まって、その上に雪が積もっていて、ユーコン川の上をまさか歩けるとは思わなかったので、すごい貴重な体験ができました。本当にこのなんだろう、メイン通りだけですね、歩けるのは。ちょっと行くと本当にもう人が歩けるような場所ではないので、みんな車で移動してる、車社会ですね、完全に。この辺でさえ歩くのが結構大変、10分以上は多分あんまり歩いてる人いないんじゃないかなっていうような場所ですね。さっきの日本人のガイドさんだったんですけど、ホワイトホースに住んでもう10年って言ってましたね。すごいですよね、このカナダのホワイトホースで暮らしてるなんて。チーズが濃厚なチェダーチーズで美味しいです。このホードンのドーナツも買ってみました。食べてみましょう。こちらカナディアンメープルドーナツを買ってみました。カナダといえばね、メープルシロップですもんね。食べてみましょう。美味しい。もう一個食べたいぐらい美味しいです。すごい美味しい。中にクリームが入ってる。ティム・ホートンはバンクーバーの空港にも入ってるみたいですね。マックとかサブウェイみたいな感じで入ってるみたいです。よかったら皆さんもね、カナダに来たらティム・ホートン食べてみてください。ではね、今お店から出てきて、ちょっとメイン通りを歩いてみようと思います。でこっちに行くとユーコン川が流れているので、そこからスタートしてメイン通りを歩いていきたいと思います。チラチラ雪が降ってんのかな。雪が顔にすごい当たってきますね。すごくね、晴れてていいお天気なんですよ。気持ちいいです。今マイナス15度ぐらいはねあるみたいです。もう慣れちゃったのかな。風で雪がすごい舞ってますね。あ、もうユーコン川が見えてきました。この辺は本当にもう寒い地域なので、ちょっと暖かくなったなって感じでもマイナス5度ぐらいらしいですね。はい、こちらがユーコン川です。結構凍ってる部分も多いんですけど、川の部分もありますね。これは、アラスカまでつながっているそうです。アラスカからちょっと大西洋まで続いている3番目に長い川、ユーコン川です。カヤックとかボートに乗ったりとかっていうアクティビティがあるみたいです。冬はね、寒くてもう眺めるだけで満足ですね。綺麗な川ですね。鮭がね取れるのでね、カナダはやっぱ川が綺麗ですね。ということで、すごく寒いのでメインストリートの方に戻って、ちょっとお土産屋さんを見たり街歩きしていきたいと思います。でもお天気が良くて、太陽がまだねあそこまでしか上がってないんですよ。8時くらいからやっと明るくなり始めて、日が昇るのが遅いんですよね。カナダは原住民のインディアンが住んでいるっていうところでも有名なんですけれども、街の至る所にこういうなんか木彫りのモニュメントがあったりとか、こうインディアンの文化センターみたいなのがあったりとか、はい、しますね。ジャパニーズキッチンとかありますね。日本食も2軒ぐらいはありましたね。ここがホワイトホースの街のメインストリートです。ここにお土産屋さんとかレストランとかが集まっている通りになります。ちょっとスーパーがあるんだ。マグネットとかお土産を探したいんですけど、ちょっとね入ってみましょう。本屋さんですね。ポストカードとかも売ってます。ちょっと T シャツとか、オーロラのマグネットがあったのでこちら購入しようかなと思います。6ドルぐらいかな、650円ぐらい。今の本屋さんでユーコンオーロラのマグネットを購入しました。ということで1時間弱ぐらいこのメイン通りをブラブラと歩いてたんですが、ホテルに戻りましょう。今日の夜のねオーロラに備えて、もうゆっくりお部屋で休もうと思います。
仮眠を取ろうかな、ホテルに帰って5時間ぐらい、5時間6時間ぐらい仮眠を取って今日ラストオーロラに臨みたいと思います。本当のどかですね。でもここで暮らしてる人本当すごいな、本当にすごいと思います。コンビニもねもちろんないし、ガイドの人が言ってたんですけど、お酒も普通にお店で売ってないみたいで、リキュールショップに行かないと買えないみたいですね。不便ですけど、まあ、その分自然がいっぱいあるので綺麗な街ですね。お部屋で少しゆっくりしておりました。昨日で寝たのが3時とかで、睡眠不足なので結構眠いんですよね。今日も10時からオーロラ鑑賞なので早く休みたいと思います。なんですけどまだハウスキーピングがね来てないんですよ。今そこの部屋掃除してるんですけど、なのでシャワー浴びれないんですよね。またオーロラチャンスがあるのですごく楽しみです。オーロラ爆発がね起きるといいですよね。昨日もすごくねたくさんオーロラ見えたんですけど、昨日よりもたくさんオーロラ見れたら出てくれたらいいなと思います。お天気と条件が合えばオーロラ爆発が起きるので、ホワイトホースは 90% オーロラが見えると言われているので、すごく確率が高くていいですよね。せっかく来て見れなかったらかなりショックだと思うので、オーロラを見るツアーとかね、そういう旅行をされる方はなるべく確率が高いところに行く方がいいと思います。イエローナイフもオーロラが見れることで有名なんですけれども、イエローナイフの方が寒いんですけど、オーロラ見れる確率 95% だそうで、ホワイトホースが 90% なのでちょっとね確率は高めです。でもホワイトホースでも十分見えるので、今日ねちょっと楽しみですね。はい、こちらがホテルのロビーですね。ここに大きい、なんていう名前だっけ、トナカイの仲間がいるんですよね。で3階建てのホテルで、ここがあの私が参加しているツアーのオフィスが入っております。なのでホテルとツアーが提携しているような感じですね。ちょっとお土産も売ってます。ベストベスタンっていうホテルなんですけど、チェーンですよね多分。フランスパリにもベストベスタンってあって、そこ予約しようか迷ったんですけど、結局私はアストレスにしましたね。ちょっとあの観光地から離れていたので、ということで今ハウスキーピングが入っているので、ちょっとロビーで待っているところです。もうちょっと待ってたいと思います。結局3時50分ぐらいにハウスキーピングが終わって、お風呂に入ってシャワーを浴びて、4時半頃からね仮眠を取り始めました。ただあんまり寝つけなかったり、外もまだ明るい状態なのでなかなか寝れなかったんですけど、6時ぐらいに1回起きて、もう1回寝たら9時前ぐらいまでねぐっすり眠ることができました。なので多分3時間ぐらいは仮眠が取れたんじゃないかなと思います。支度をしてオーロラを見に行きたいと思います。このホワイトホースなんですけれども、意外と日本人が多くて、昼間ダウンタウンというかあのメイン通りを歩いていたら、結構日本人の観光客の方とすれ違ったりとか、日本語が聞こえてきたりしました。このツアーにも昨日は私含めて5人日本人の人が参加していて、今日もね日中の市内観光は私含めて3人、それぞれ、ね、みんな女の子で、1人参加のこの女性でした。女性3人今日の夜のオーロラツアーもね一緒に参加するので、みんなと一緒にオーロラを見に行きたいと思います。ということで今からオーロラチャレンジ2日目です。オーロラ指数予想みたいなのがあるんですけど、それを見たらレベル7だったんですよ。昨日はレベル4だったみたいで、オーロラが起こるこの現象っていうのは本当にもう神秘的で、まあ、奇跡みたいなものなので、条件が合うことを願いながらオーロラを待ちたいと思います。今の気温はマイナス10度ぐらいです。ホワイトホースのダウンタウンの気温がマイナス10度なので、多分ここから車にまた30分、オーロラビレッジのところまで行ったらさらに気温が下がると思うので、マイナス15度ぐらいになるんですかね。今はねもう防寒してお部屋の中なのですっごい暑いんですけど、万全の状態でオーロラを見に行きたいと思います。昨日は
マイナス21度とかだったんですよね、オーロラを見てるとき。昨日よりは寒くないそうです。オーロラビレッジのところに焚き火があって、そこでマシュマロを焼いたりソーセージを焼いたりできるんですけど、それもね楽しみの一つです。カーテンみたいなオーロラをぜひ見たいなと思います。そして綺麗な写真をねぜひ撮って、ここで皆さんにお届けしたいです。ロビー集合なので、これからお部屋を出て向かいたいと思います。楽しみです。行ってきます。We also have cakes for sausages here. I don't know if anybody brought bison or elk sausages, but we have quite a few metal ones here, and then we have others for marshmallow, but those are inside the cabin. Those are two.If you use a tripod, it's just better. Okay. And I mean, it's easy. Like, the tripods are right there. And,、mm-hmm. you know, I can help you adjust it as well.、as you can see, this is our coffee station. Why are you fighting the French press? Okay. So, coffee is always going to be in the French press. Atsushi just made some. This is local coffee. Pretty funny, but after growing a long time. There's some snacks on this side here. Grab as many as you like. And also we have a few souvenirs for sale if you were interested in one of your days here. They're magnets. Atsushi actually took all these pictures, right? Yep. Then we also have posters, three different ones. They're around the cabin. And the posters come in a truck, like four.Focus is the昨日と場所が違いますね。なので内装もちょっと整っています。あ、ここにホワイトハウスってなったんだ。こっちにすればよかった。Yeah. Yeah. Yeah. So I put the tripod. Yes. Okay. Yeah. We have a bunch of spoons here. Spoons. Okay. Yeah. Okay. Good. Good. ここが東京です。鳴っててこう揺れ始める。それがよくもっと良ければ近づいてくるんですけど、あれも30秒経ってるの。とは違う感じの、ほんとなんか、うん、サファリパーク的な。でももうほんとすごい。 Where are you guys from? Japan? Yes. Yeah? All Japan. Japan. Where good skiing is. You guys ski or snowboard? Snowboard? Sometimes. You do sometimes? Yeah. Like, I want to go. I want to go to Hokkaido. Wow.
山小屋ロッジ、お菓子とかが置いてあったお部屋の隣にこのお部屋があって、すごいあったかいです。サウナみたいな。オーロラを待ってるところなんですけど、出ないんですよね、まだオーロラが。今もう12時ぐらいかな、10時半に到着して1時間半ぐらい経ったんですけど、こんな感じであったかいお部屋にいます。さっきソーセージを焼いたり、マクシュマロを焼いたりして食べてました。来た時は星がすごい綺麗に見えてたんですけど、星もあんまり見えなくなってしまって、はい、オーロラがね、あと2時間で現れるかな、どうだろう。こんなところでオーロラ待ちをしてるんですけど、みんな三脚をこう立てて、真っ暗で何にも見えないんですが、ここでオーロラ待ちをしてます。今12時15分ぐらいですね。10時半に着いたので、オーロラ待ちをしてから2時間ぐらいかな、約2時間ぐらい経ったんですけど、まだオーロラが見えてません。なんか星が出てる時にオーロラが見えるみたいなんですけど、星もね、見えなくなっちゃったんですよね。でもまだ諦めておりません。見えることを祈りながら待ちたいと思います。でもまあ初日に見れたから良かった方なのかな。2日も見るのはやっぱ難しいんですね。いろんな条件が揃わないとオーロラは見れないということで、なんか雲の向こう側にはオーロラは出てるっていうお話があったんですが、まあ、雲が厚くて今はオーロラが見えない状態です。ということで、もう2時になるので、そろそろバスに乗ってホテルに戻る感じです。お部屋に戻ってきました。2日2回チャンスがあったんですけれども、見えたのは1日でした。オーロラは見るのなかなか難しいですね。またどっかでね、綺麗なオーロラを見に行きたいなと思いました。もう3時、夜中の3時なので休みたいと思います。ではおやすみなさい、また明日。3日目の朝です。今日はね、なんと雪が降ってますね。ちらちら雪が舞っております。ホワイトホースに来て初めての雪ですね。降ってるのは、ずっと積もってはいるんですけど、降ってるのも初です。昨日は2時半過ぎにホテルに戻ってきて、3時過ぎに寝ました。おはようございます。ホワイトホース3日目の朝です。実は今日もホワイトホースをフライトで出発するんですね。私は今日ホワイトホースからまたバンクーバーに戻ります。エアノースユーコンエアラインという航空会社でバンクーバーに戻ります。そして今日ね、バンクーバーに一泊する予定です。帰りは2時間ぐらいのフライトになるのかな。行きは2時間半だったんですけれども、帰りは2時間のフライトになります。ということで、もうツアーで航空券も手配しているので、10時20分ロビー集合で、ツアーの方でホテルから空港まで送ってくれるとのことなので、ホワイトホース空港に向かいたいと思います。1日目、オーロラチャレンジ1日目にオーロラしっかり肉眼で見ることができたので、写真も撮れましたし、今回のオーロラチャレンジは成功かなと思います。世界一周を始めてもう1ヶ月過ぎたんですよね。
2月の14日にスタートして、今日がもう3月の16日なので、世界一周旅行を始めて1ヶ月が過ぎました。本当にもう長いような短いような、でもあっという間な気がしますね。あと残り少ないと思うとすごく寂しいんですが、残りの世界一周旅行も楽しんでいきたいと思います。このね、まだコロナが残っている中で、コロナにもかからず風邪もひかずね、旅行ができていることがすごく幸せだなと思っております。体もね、体調も全く崩さず、健康に元気に旅行ができているのが一番幸せだなと思っております。ツアーの集合まで少し時間があるので、この近くのドラッグストアにちょっと水の買い出しとかに行こうかなと思います。では早速行ってきましょう。今外に出てきました。今日はね、雪が降っていてめちゃめちゃ寒いですね。ドラッグストア開いてるかな、多分空いてると思うんですけどね。今日もうマイナス15度ぐらいあるんじゃないかな。すごい寒いです。飛行機からの景色も今日は雪景色になりますね。真っ白なんじゃないでしょうか。ということで、昨日5時間ぐらいしか寝てないんですけど、意外と元気ですね。この寒い中ワンちゃんがお散歩してるんですけど、白熊みたいなワンちゃん、もう寒さに慣れてるんですかね。ワンちゃんもホワイトホースで生活していたら、あのワンちゃんです。ドラッグストアはなんと朝の8時から開いてたみたいで、サクッと買えました。私10時からかなと思ってたんですけど、意外とお店開くのが早いですね、この辺りは。っていうのも多分閉まるのがね、早いからだと思います。はい、ということでホテルに戻ってチェックアウトして、ホワイトホース空港に向かいましょう。どの人だっけ。 Thank you. バスに乗り込みます。最後までご覧いただきありがとうございました。視聴者の皆様にオーロラをお見せすることができてよかったです。皆さんもカナダへオーロラを見に行ってみてはいかがでしょうか。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録お願いします。グッドボタンもぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。